元気ですか、元気があれば飲んでもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回はですね、浄土り、これをですね、水肥寺館、テレオさんにやってもらいました。と言いますのが、私が前ね出した部位ですね、鯛打撃ということでですね、浄土りということで、出したんですね。それを実際に体現してもらったわけなんですけども、なんとなんとその浄土りのですね、動画のですね再生数がほとんど伸びないというですね本当にですね、もう寂しい限りなんですよね。サムネが悪かったのか内容が悪いのか分かりませんけれどもね、もう一度見直してですね、やはり皆さんにまず開いてもらうというね、ここに行かないとですね、どうしてもその動画も伸びていかないし、せっかく出したですね、追肥寺市販のですね、その浄土りのですね凄さっていうのが伝えられないもんですから、今回はですね、なんとかですね、そのサムネもですね考えながらですね、皆さんのこのインパクトのあるですねサムネで、まず開いてもらってですね、そしてそれを今度生かしてもらいたいと思うんですよ。前はね、ほらパーリングやったでしょ。これは私もボクシングやってましたから、それを練習するといいんじゃないでしょうかということでね、耐えた劇ですよね、特にボクシング、ということで出したんですね。それいい機会ですよね、再生数が浄土りはもうショックでね、本当にね、やはりどうやったら皆さんのですね、目に触れるんだろうかということでいつも考えていくんですけどもね、あれが本当に近年まれに見るぐらいのですね再生数の少なさでしたね。ですからね、なんとかねそれを奪還すべくですね、いつも考えるんですよ。まず、開いてもらえないってことはですね、サムネが悪いんだなと、考えるんですね。でその後今度視聴維持率、これが伸びないのはですね、これ内容が悪いなと、いろいろ考えるんですよね。どうやったらいいかなというふうに考えながらですね、やはりトークは楽しく内容は濃くというね、そういったテーマだったら行き着いたんで、ここ3ヶ月ぐらいはですねそれで突っ走ってみようかなと。でそこでまた反省点を見出してですね、どん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 皆さんの役に立つようなですね動画を作っていきたいなというふうに思うわけでございます。ということでね、前代非常に長くなってしまったんですけれども、これからですねその浄土りの数々をですねぜひ皆さんには見ていただきたいと思います。で私は実況アナウンサーですよ。キックボクシングの実況もするんですよ。そうするとボクシングの、場合よりもキックの方がちょっと遠いんですね。足技、特にほら前蹴りとかあるからさ、非常に遠いんですよ。そういった意味でもちょっと遠くのね前、例えば相手が武器持ってるとか、キックボクサーであるとかね、彼とも含めてですね、前蹴りが飛んでくると、やはり若干の、間合いっていうのがね、遠くなってきますから、それを埋める意味ではですね、浄土りってのは非常にいいんじゃないかなというふうに思ってます。前段ね、これぐらいでしましてですね、皆さんにはですね、その浄土り、これをイメージして、耐えた劇のイメージとしてね、捉えていただければ、本当にいいですね、稽古になるんじゃないかなというふうに思ってますんで、これをね、参考にしていただきたいと思います。それではどうぞ、行ってみよう。今回は浄土りでね、対その打撃に対する間合いの測り方っていうのをちょっと勉強したいなと思うんですけど、師範そのあたりをちょっとご教授をお願いします。はい、いくつかやってみますね。浄土りでそれを、ポイントはポイントですね、腰の回転を使うってことですね。これうまく、ここで相手がまっすぐついてくるところ入り見して、入り見して当て身入れるんですが、必ず相手の攻撃の線にいないってことですね。相手の攻撃、これが相手の攻撃の線です。はい、ついてるんです、ね、これが相手の攻撃の線、ここにいると必ず当たりますから、この攻撃の線からずれたところへ入って当て身が入る、ここからは技になってきます。その返しは開始ですか。はい、そこのポイントは、パッこうですね、ここからこっちの手引くんですけど、こう引いてこっちを向こう押し込むですね、スッと。でここで2強に入るんですね。それでスッとこうやります。スッとこうなります。はい、で今度反対で、こうですね、これも同じです、必ずこの攻撃の戦場にはいないということですね。このここ
線上からずれて厚みが入っていきます。そうですね。でこう。でこのまま。もう一度いきますか。これこの手もね、感じになりますね。この手がこっち出てると疲れますからね、必ず横へ、うん、これ横へ持っていく、ね、横へ持っていきながら入っていきます。こうですね、この手ですね。相手をゲシッとこう効かしてるんですね。相手のこの、相手の肘を効かすってことですね。このまま投げる。このままいいですか。このままこう、やっぱりこれもやっぱりそうですね。相手の上を掴むんですが、これも斜め半歩後ろ下がって相手の攻撃の線からはずれてます。こうですね。はい、ここからはっ、いや、必ずあのついてきた方と反対で差し込んでます。こうですね。スーッとしてこっち反対ですね。そうです。上の突きですね。上の突きを使ってます。ね、この突く動作ってものすごく強いですね。まあ、こうしてこうじゃなくて、こうしてこうやってますね。もう一回やりますか。ね、ずーっと引いて、突き出す。あまりこれね、下へこうつけると受け身が取れなくなるんで、必ずここで止めるんですね。稽古では上で止めてください。ね、下へやると受け身は取れません。ね、これも同じですけどね、必ず相手の攻撃の線から斜め半歩後ろへ下がってずれてます。このまま後ろ下がるとね、あの、はい、こう疲れてしまうんですけど、取ったところで疲れる可能性が出たり、必ずこうなりますね。必ずこうね、斜め半歩後ろ下がって相手の攻撃を、ね、避けてます。必ずこの上のついてくる軌道がありますからね、これは見極めてから動いてますね。こうやってガッとね、ちょっとこんなところでよろしいですか。ということでございました。浄土りいかがだったでしょうか。彼にもですね、いろいろまあいろいろあるんですよ、浄土りもね、数々あるんですけども、まあ対打撃ということでね、今回はやってよということで話をしまして、彼にやってもらいました。まあ非常にね、有意義なんじゃないかなというふうに思いますので、これも含めてね、やってもらいたいんですよね、稽古でね。というのは、岩間というのは剣上体術理合の一致なんですよね。全てが理合一致してますよということなんで、それを今度ね、体術だけじゃなくて上も剣もすることによって、本当の意味の合気道というのがね、再現できるというのは岩間の合気道。これは岩間の合気道というのは大先生の晩年の合気道なんですよ。完成版なんですよね。でこれをまた駆使してですね、皆さんの稽古に、ね、役立てていただきたいなというふうに思ってます。ということで今回はですね、対打撃への、まあ、対処の仕方その2といたしまして、実際にやってもらいました上取りの数々ということでご案内をさせていただきました。以上でございます。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。